久保さんお弁当の話いいんじゃないですか <laughs>。お弁当の話しみますね。はい。僕も細木和子さんだったのかな。まあなんかで見たんですよね。その芸人さんかアーティストさんかは忘れましたけど。まあその親の死に目より仕事を選ぶっていうね。うん。で、親もそれを承認してるというか、っていうかそっち行けみたいなね。うん。で、まあ今回は、 えっと、引っ越しもできねえ奴は人生は変えられないっていう。これは僕の言葉じゃないんですけど、長倉さんっていう人だったかな。僕好きなんですけど、まあ、引っ越しっていうのは人生において、そんなに、あの、まあ、人生を変えるという大きいことに比べると、小さいことなんだけど大きいことみたいな。まあ、環境を変えるってことですね。つまり、環境を変えられない奴は人生変えられないっていう言葉にも、えー 変換でできるんんじゃなないかなと思うんですけど別にその住む場所って自分で日本全国どこでも住む場所って自由に決められると思いません大人になったら大人になったら多分自由に決められるんですよ住む場所って別に海外に住んでもいいだろうしね親元旅親元を出たらだけどそこを自由に決められないんですよ自由に決められるはずの環境住まいっていうのを自由に決められないんですよ それはなぜかっていうと、今の環境を抜け出したらあ、例えばね、今の会社を辞めて新しい場所に行きます。また就職活動して、じゃあ就職できなかったらどうすんのとかね。まあ、いろんな問題だったりとか大丈夫かなっていう不安ですよねで。そこで新しい環境に行けないわけですよね。だから結局今の環境に留まるっていうところで。で僕自身も、まあ、腹をくくるっていうところで言うならば、やっぱりその、 鹿児島に一人で行ったっていうところですかね。うん。ん。後々鹿児島に行ってからその言葉を聞いて、俺なんか関係、引っ越ししたな、みたいな <laughs>。でも本当にね、あのー、すごく、僕はじ、自分で実体験しましたけど、あのー、引っ越ししたおかげで、鹿児島に行ったおかげでね、人生変わりました、本当に。もしあ,あの決断なかったらね。 しかも、ま、借金ある状態で、あの、多分一生忘れることないですけど、最初のお金っていうのが、まあ、銀行口座に僕お金ないですし、で、最初のその家賃ですよね。え、契約する、事務所の契約をするときの初期費用20万円がなかったんですよ、銀行口座に。でも今振り返ってみると、初期費用の20万の、ね、 お金なくて、よう、鹿児島行こうと思ったら、みたいな。今振り返るとね、バカかなっていう <laughs>、思いますけどね。で、一応契約はできて、その、契約書がね、あの、支払い請求書数がね、来て、何日までっていうところで、これ払えなかったら俺行けねえぞ、みたいなね。先に契普通、普通だったらそ普通だったらお金があるから契約するじゃないですか。お金ないのに契約するっていうね。で、お金後から作るっていうね。 でかなんか誕生日記念キャンペーンをあの今まで売ってきた商品絶対こけられないんで絶対売らないと鹿児島行けないんで今までリリースした商品全コンプリートで14,800円で売ってでそれで20万ぐらい作、2万以上作ってあのー、鹿児島行けたんですけど <laughs> だか今考えるとねなんかマジぶっ飛んでたなと思いまして <laughs> 多分普通じゃないですね うん20万もないのに起業しようっていうね、会社辞めようみたいなね。尋常じゃないですよね。<laughs> うん尋常じゃなかったなっていう。うんでもやっぱりその,その状況、僕がなんでそれ決断できたのかっていうと、一言で言うと、人生一回だから一回ぐらい勝負してもいいかなと思いました。でもこれでもし負けても、まあ自分が選んだ道だから、 まあ、まあ、はた、まあ、なんか、最悪、まあ、普通に働くしかねえなっていう、働けるかどうかわからないけど、まあ、働くしかねえなっていう、まあ、本当に腹をくくってたと思います。でも、まあ、まあ、会議じゃないですけど、ギャンブルというかね、ギャンブルではない、ギャンブルか。もうギャンブルかもしれないですね。どうなるか。ただ、ギャンブルじゃないとするならば、一つ僕が持ってたものがあって、それは何かっていうと、お金もなかったんですけど、 えー、腹をくくれるっていう勇気と、あとはまあ今までやってきたスキルっていうのがあったから今があるのかなと思います。多分腹をくくっただけだと多分お金稼げないと思うんですよ。うん、どうやってお金、稼ぎ方がわからないかったら腹をくくった、うん、やる気はある、でもやり方がわからないみたいなね。うん、多分それじゃきついんですよね。でもベースとしては、 そのやり方が分かっていたとしても腹く、今度は腹くくれてないとできないですし、なんかまあ両方大事なんですけどね。腹もくくってる、そしてやり方も知っている、もしくはやり方をしっかり学ぶとかね。うん、まあ僕の場合はもう10年以上、もうやり方に関してはやってきたので、うん、僕にとっては腹くくるっていう、ただそれだけでいけたんですけど、多くの人はやり方も分かんないわけじゃないですか。腹もくくってやり方も真剣に勉強してやるしかないんですよね。 うん、ただ僕もそのやり方を10年以上もうね、会社に泊まってなんかあ、めちゃめちゃやってたので、うんまあ、会社で働いてる時も腹くくってたようなもんですよね、うん。まだ腹くくってなかったら自分のお金会社に入れないですよ。うん、そうですね、うん。多分僕従業員の時から入れてましたからね。<laughs> 多分ね、普通に従業員の時から会社にお金入れるっていうことをしてる人はあんまいないと思うんですよね。これはどういうことかっていうと、まあ現場はね、現場で事件が起きてるわけですよ。クレーム対応だったりとかいろいろあってね、返金しろとかね、いろいろあるわけですよ。で、その時に、そのちょうどその無料お試しっていうのをやってて、で、30日間で、えー、30日間無料お試し、その後自動課金するみたいな。今はもう、 当たり前になってきてますよね。例えば Amazon でも30日間無料お試し、Amazon プライムその後課金とかね。まあそのなんだ、えーネクストさんとかも、うん、30何日お試しでその後課金とか、あとは Apple Music とかも3ヶ月お試しでその後自動課金とかね。まあ当たり前になんかサブスクもだいぶ浸透してるんで、あのまあ、そこに対してあんまクレームないと思うんですけど、当時は そう,そういうのあんまなかったんで、一応そのレターとかでね、30日間無料試しですよって言ってて、で、あのーうん、なんだ、30日後自動課金されるわけですよ。ねでそ,のそしたらもう、なんだこれみたいなね。しかもね、2ヶ月後、3ヶ月後になって、こう課金なんかクレジット明細みたいなのか分かんないですけど、課金されてんじゃねえかみたいな。<laughs> めちゃめちゃありましたね。その返金要請が。<laughs> で、ブワーってねだ。結構大量に売ったんで、何千人売ったんで、結構来たわけですよ。で、それで、お金が、あの、会社のキャッシュがなくてね。で、まあ、部長、その,その時部長だったかな。これ部長、あの、返金する金ないですけど、みたいな。<laughs> あじゃあ、じゃあ、じゃあ、ゃあこれでやっといて、つって、自分のね、銀行口座から会社にまず貸し付けて、で、それを返金するみたいな。うん、っていうのをやってて、 で、最後、月末に、あのー、なんか何百万ね、会社にこう請求した時に言われたのが、まあなんだこれみたいな。言えよみたいな。いや、言えないでしょみたいな。そう、言えないですよね。なかなか。だってなんか、あんま言いづらいですよね。あの、社長、あの返、返金いっぱい来てるんですけど、みたいな。あんま言いづらいですよね。お金がなくて、みたいな。今。あんま言いづらくないですか言いづらいですよね。で、言えなくてね。で、全部自分で抱えるみたいな。 うん、部長の時ですね <laughs>。っていうとこもやってましたから多分普通の部長じゃないと思います <laughs> だかか。だから会社には属してたけど、まあ、それぐらい腹くくってやってたというか、うん、自分の金入れてまでやってたっていうところは部長の時からやっぱあれでしたね。うん やっぱまあみんな思うんですけどやっぱうん腹くくれてないですね <laughs> 結論を言うとだから人生一回しかないっていうのはありきたりな言葉なんですけどそのありきたりな言葉に対して一発でねまあ特に男として生まれてるんだったら一発ぐらい勝負してもいいと思うんですよねそれが逆に無理だこけたとしてもですよそれは自分が選んだ道だから納得 できると思うんですよ。で、しかもね、ネットビジネスって、一発勝負したところで、そんなに軍資金いりますって話なんですよ。なこれがその飲食店やるとかね、なんか店舗やるっていう一発勝負は僕はやらないですよ。それはリスキーが、リスクがありすぎるので、僕はちょっとお勧めしないですけど、ネットビジネスって、例えば YouTube やるとか、Twitter やるとか、Facebook やるとか、Instagram やるとか、 まあ一発勝負って言えんのかどうか分かんないですけど <laughs>、お金かかんないんで、あとやる気次第だと思うんですよ。うん、例えばその店舗経営して従業員を雇って、アルバイトを雇って、固定費がかかって、やる気があってもね、その人たちをしっかり動かすとか、店を回すとか、集客するっていういろいろなところがあるので、お金、売り上げ上がんなかったとしても、お金、固定費、バンバン払わないといけないわけですよね。特に銀行から融資とか受けてたら、さらにね、それも払わないといけないし。 でもネットビジネスって僕ないですよねそれか <laughs> だから僕は勝負するべきだなと思うんですよだからネットビジネスにおいて本当に腹くくれば稼げると思うんですよねだって腹くくってやり方を覚えるのやり方を覚えるのも別に無料でやり方を覚えられるじゃないですか今 Google で検索すれば何ぼでも出てくるし YouTube でもいっぱいご丁寧にいっぱいあるし何ぼでもあるわけですよ例えば YouTube の再生数を上げる方法 無料講義。クソクソありますよ。クソほどありますよ。YouTube の再生数が上がらない。じゃあそれ調べれば、無限と出てくるわけですご丁寧に無料で講義してくれてるの。うん。コンテンツ販売どういうふうにやるのかに関しても、YouTube で言ってくれてる人いっぱいいてますよ。無料で。講義もあるだろうし。うん。 だから本当にね、ネットビジネスに関しては僕はね、腹をくくるっていう、ここだけでいいのかな。一発勝負し勝、勝負って言えるのか分かんないですけど、うん。だから一番最初の話に戻すと、やっぱ環境を変えられないってとこなんですよ。みんなが。だから一発勝負って何かっていうと、環境を変えるってことですよね。うん。あ環境を変えるもしくは作っていくっていう、ここなんですよ。自分がそのやらないといけない状況。 うん、を作り出してていいくっていうだ僕が独立して4年こう自由にやれてた理由っていうのは環境を自らもうずっと作り出してるんですよ。やる環境、絶対やらないといけない環境を作り出してずっとやり続けてるからやり続けられる理由ってただひたすら環境を作り続けてるんですよ。やらないといけない環境を。もしくはやらないといけない環境に飛び込むとかね。まあ一番初期はね。一番初期は もう鹿児島に一人で行ってね、金もないからやらないといけないですよね。<laughs> だから誰も頼る人いないし。うん。だからまあ僕も不安でしたけどね。今までは会社のリスト、えー、会社でのお金を使って集めたお客さんだったりとか、あそれでやってましたから。 本当に0、1というかね、自分でブランディングして、自分で顔出してね、自分でこうやっていく、自分の商品を売っていくっていうことが、ほぼなかったっすからね。十何年やってきて自分の商品売ったことってほぼないですよ。だからそれは、まあ、他の商品は売ってきたけど、自分の商品を売ったことないんで、不安でしたよね。<laughs> うん。まあそれでもやらないといけない状況に身を投じたんで、 まあやってきましたけど、うん、やっぱみんな現状に甘んじてるというかやっぱそこを変えられないですよねうんだから変えるためには何が必要なのかっていうとうんだからこれをね言葉で表すやっぱ腹くくるとか本気とかになっちゃうんですよ、うん、だってその本気とか腹くくってればやるじゃないですか 本気でやらないって本気じゃないっすよね。久保さんどうですかね本気なんですってってやってなかったらそれって本気なんですかねだか本気だったらやるし、全力でやって、全力だったら全力でやるだろうし、うん。だからこれはね、まあ、あの、根性論というか根性言葉になっちゃうけど、実際そうなのかなというところでございますね。うーん。 ですね、うん、だからなんでみんなそれがやんないんですかねなんか一言で言っちゃうと本気じゃないでも本気で頑張ってるんですよっていう人もいるだろうしうーんだ基準の問題その,その人の本気の基準がプロ基準ではなかったりとかねうん。 多分あ、動画本数に関しても1万本アップロードして0ですよっていう基準ってあんまいないと思うんですよ、初心者の人で。別にこんな動画アップしなくてもいいですけどね。まあ、アップしたいと思う人もいないだろうけれども、なんか僕なんか1万本アップしてまだ0のみたいな、なんかそんな基準なんですよ。でも多くの人って1万本すごいですね、みたいな話なんですよ。だから、一般の人は1万本アップロードってすごいですねっていうので、僕はその武器を使ってね、これからも言いますけどね。 誰もできないでしょうと1万6000本今アップしてますけど多分ほとんどの人はできないですよとでも僕からすると別に振り返ってみたらただなんだその本数になっただけでひたすらがむしゃらにやった結果愚直にやった結果振り返るとそれぐらいの本数になったっていうただカメラに向かってねひたすらこう訴えるっていうことやってたら振り返るとそうなってたっていううんイチロー選手もなんか引退関係かなんかで言ってたんですけど 2,000本あんだの時か。いや、2,000本あんだっていう確かに記録は出たけども、実はその裏で、あの、8,000本とかね、9,000本ね、空振りしてるんですよと。悔しい思いをいっぱいしてきたと。うん。だから僕も、あのー、いっぱい動画アップロードしてきましたけど、悔しい思いっていうあんまはないですけど、別に再生が全然回ってない動画もいっぱいありますから、それを悔しい思いとは僕は思わないんですけど。 そう僕は失敗もうまくいったのも全部動画で全部アップしてるのであのー、なんかそういうのはないですけどねただその2000本安打打てたのもその裏ではもっと失敗してるよっていう話でうんだからまあ失敗が怖い人が多いんじゃないですかねでもやらないことっていうこと自体が行動していないってことが失敗なのかなっていう だ今日行動してないんだったら今日失敗してますよと。失敗が怖いんだったら動けってことですね。うん、今日失敗してますよ動いてなかったら。うん。時間ロスですよ。時間戻ってこないですからね。いってらっしゃい。